おはようございます。いかがお過ごしですか？3月15日の誕生花はビオラ、紫。ビオラはヨーロッパ原産のスミレ科スミレ属の一年草です。スミレを品種改良して誕生させたのがビオラです。大輪の花を咲かせるものをパンジー、小輪の花を咲かせるものをビオラと区別していましたが、現在では曖昧になっています。食べることのできるエディブルフラワーとしてのビオラもあるんですよ。19世紀以降に欧米各国で改良が進み、日本には江戸時代に渡来しました。ビオラは別名花壇の女王と呼ばれています。秋から春にかけての寄せ植え花壇における消費量がナンバーワンであることや、可愛らしい花がその由来です。スミレをイタリア語でビオラと言います。これはそのまま紫色のことを指します。花言葉は揺るぎない魂。冬の寒い時期に小さいながらも力強く育つ、その丈夫さによるものでしょう。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。